ウリはメロンの東方に伝わった品種群のコトウリ科の火菜類の総称以下、それぞれに節を立てて解説する。マクワウリメロンはインドから北アフリカにかけてを原産地とし、この地方で果実を食用にする火菜類として栽培化され、かなり早くにユーラシア大陸全域に伝播した。日本列島にも貝塚から種子が発掘されていることや、 瀬戸内海の当初などに人里近くで苦味の強い小さな果実をつける野生化した雑草メロンが生育していることからすでに縄文時代に伝わり栽培されていたと考えられている。日本では古来、ウリの名で親しまれてきた。また、中国ではウリの漢字が当てられた。近代以降、ヨーロッパや西アジアの品種群が伝えられると、 生物の種としては同じものであったが、日本の在来品種より、芳香や甘みが強いことが注目されて、西洋初期限のメロンの名で呼ばれるようになった。このため今日の日本では、シーメロンの栽培品種は、ヨーロッパ系の品種群をメロン、それ以外の特に東アジア、あるいは中国西域ぐらいまでの範囲で、伝統的に栽培されている、品種群を売りと呼ぶのが慣例となっている。 日本では生で甘みや清涼感を味わう、マクワウリなどの品種群の他に、キュウリや白ウリのように熟しても甘みに乏しく、野菜として食べたり、未熟なうちに漬物にする、品種群も発達した。もちろん生食用品種や製法品種群の甘みと、芳香の強いメロンであっても、甘みの出ていない未熟な果実は、日本風の漬物に適しており、 日本の主要なメロン産地では、良質で、商品価値の高い果実を育てるために適化した余剰の未熟果実が、漬物用として大量に、自家消費、あるいは自場消費されている。青売り、新売りのことを、狩り森と呼ぶ。空空ミスメロは、原産地が、西アジアから、北アフリカであるため、本来は高温乾燥の環境が適するが、日本で、 伝統的に栽培されてきた品種群は日本の環境に適合する品種改良が行われ高温多湿に耐える性質を身につけている。そのためヨーロッパ型のメロンを日本で容易に栽培できるようにするために幕は売りと交配したプリンスメロンなどが作出されている。日本以外の売りとしては中国の災域東アジアというよりはむしろ中央アジアの文化圏では あるが、新疆ウイグル自治区のオアシス地帯で古来、栽培されてきた品種、ハミウリがよく知られている。早通り木工門柿きに主要なものをあげる。ありがとうございます。